本日トップショー、まいちゃん、私、とりあえずね、平和島出ました、うん、ちょっとアクシデントがあったんですけども、秋山さん、ね、改めて、ね、松井選手ね、はい、1号手と2号手と1スタート行ったんですけどね、はい、ちょっと風が向かい風でした。風ですか、うん、で松井選手差しに構えた時にハンドル入れた瞬間に、うん、ちょっとやっぱり風の影響もあって、うん、自分が思ったよりも船を向いてしまって今振り込んでしまって、その勢いでこう沈没してしまったので、初日のドリーム戦だった時にね、これもったいないですね。浜野谷選手はね、しっかり逃げてましたね。そうですね、まあ、そうでしたね、うん、残念で残念13-5でしたね。よかったよ、とりあえず。さあ、そして桐生、うん、ノームちょっと予想が出てんじゃん。これね、多分スタイル平和島森坪子さんは1、3号あるこれで予想するのやめてください。もうこれ着づらくなるじゃないですか。俺これ買い取ろうと思ってたのに、プライベートで着づらくなる。これ今度来た時246のやつ着てきて、ね、お願いしますね、スタイリストさん、246のやつお願いします、うん、タピオカも意識してね。タピオカ意識してないんですよ。こんなカラフルなタピオカ嫌でしょ。いや、ちょっと今日はね、今日はでもね、外しちゃいました。教えてくれてただけに、ちょっとね、やっぱちょっとね、言い訳になっちゃうんですけど、今日体調があんま良くなくて本当に鼻水がすごくて、もうこんなにティッシュありますからめちゃくちゃちょっとね我が子さんがくれたんですけど、めちゃくちゃくれたんですよ。鼻炎かなんか、ちょっと今日急に興奮して出ちゃってるから、はい、そうですね、ちょっと調子悪かった。あと犬から調子悪くなったんですよ。なんで犬を描くの俺は絵も見たかったの、絵は上手なのかなと思って大きい犬描いてみたらって言ったら、よく考えたね、本当ですか、うん、大きい犬描いてって普通の犬描いてみてよ、ちゃんと絵で描いてみて、絵で描いてみて、絵ですか、絵を描いてみて、ちょっと時間かかってもいいですか。いやいや、嫌だ、軽くよ、軽く描いてよ。じゃあ、どんまいさん、その間お願いしますレース終わってる、さすがにレース終わってる。いや、これもうなんか新たな伝説がここで生まれるかもしれないですね。いや、これは絵もきっとひどいと思いますでも字は下手だけど絵が上手いってパターンもありますからね。そういう才能ってね、いろいろ人あると思うんですけど、逆に美味しいかもしれないじゃないですか。美味しいって絵心のあるなしってね、もしかしたら描けた、描けました、はい、これやばいよひどいよこれ。猫、何、犬です。犬、猫っぽいよね。尻尾が短いので。尻尾なの、恐ろしい、怖、この子恐ろしい、恐ろしい、もうやめてください。本当に結構言われるようになってしまって、うん、言われた方がいいよちょっと嫌なんです。バランスやっぱおかしいね、真ん中に描かないもんねなんでこれはちゃんとバランスよくできるか描きやすかった、描きやすかった、はい、なんかつながりそうな、ここなんで余白残してるの、これをここに何か書こうかなと思って。何を、何書くの、ちょっと書いてみて、はい、面白いよねすごいな、体のバランスいいのにね。そうなんですよ、字のバランスがおかしいってね、神様って本当すごいことするね、うん、本当に書けた、書けました。お、何書いたのかな、はい、見せて、はい、子犬ですでもすごいですね、同じものをちゃんと2つ書けるっていうのは困るね、これ ね、 ねもう子供困ってるかもしれないすげえ犬、ね、これはね、後でインスタにアップしといてくださいね、もしくはこの、この犬ともこれも全部視聴者プレゼントこれをあのクリアファイルに入れてプレゼント田中圭さんの田中圭さんのクリアファイル怒られるまあでも今日はまいちゃん一レース当てて、いや素晴らしい、トップ賞を取ってますから、はい、まあこれはご愛嬌で、はい、次ね、つぼくろく視聴者プレゼント、いらねえよもしよかったいらねえ、変な金入ってたらどうするすいません、あとね、この衣装買い取りなんで、そうですね、ぜひ今度次回プライベートで平和島にこれ着てたら235ですからこれぜひね、よろしくお願いします、はい、というわけで本日のトップ賞いただきました、今日は女性チームの勝利です、はい、ありがとうございます。